こんにちは、ちはやです。マリオメーカー2の実況やっていきたいと思います。こちら生放送でクリアしたコースなんですが、すげえいいコースだったんで改めてプレイしていきたいかなと思います。生放送見てない人もいると思うからね。まあこんな感じの概要です。コースはいろいろ試したんだよね。このしゃがみでヒップしてくるんとかね。でもまあ猫があるから、まあ、猫を使うだろうっていうことになって、全然クリアできなくて、このコースを投稿してくれた、方もね、生放送とか見に来てくれて、そこで、クリアの仕方を教えてもらってクリアできたっていう感じですね。クリアのやり方を教えてもらってからもちょっと時間かかったのかな。お、いった！おー！これさ、すっげえ難しいのよ。一回クリアしてんのにまたクリアするのに10分くらいかかったっていうね。こういうクリア法があるんですよ。スローで見ると多分わかると思うんだけど、ハテナブロックを斜めにこうシュッとスライドしてきた時に、うまく当たると、ハテナブロックが一瞬下に下がるんで、当たった瞬間に、また、飛びつきのコマンドを入れてあげると、ま、なんて言えばいいんだろう、擦り込めるというか、間をすり抜けられるみたいな感じになるんですよね。これすげえなと思って、これは動画にしようと思って、一回クリアしたコースだったんですが、動画でも使わさせていただきますと。続きましてはこちら、ツイッターでいただいたコースです。テコの原理はどちらが重いかではなく、どちらが強い力を加えているか、加える要素、加える方法、みたいな感じだよね。さあ、行きましょう。そりゃーね、赤い方に行きたいよね。こっちだね。なるほど。ブラックパックンが、このシーソーに、どっちが負荷がかかってるかってことなんですよ。どっちが重い負荷がかかってるかってことなんで、駒だと思います。確かに2匹いるんだけど、真ん中に寄ってるから、こっちの方に重さが行くと思う。ということで、このまま。だけど、待て待て、混乱だ。混乱する、これ。うわ、これは無理そうだな、俺。真ん中に寄ってるのが多い方が多分きついと思うんで、こっちだと思うんですよね。だから、こっちに行ってみようかなと。これで進めばいいってことなのかな。なんか違う気すんだよな。うわ、超むずそう。左3つ分見ると5つなんで変わんない。右3つね。で、左4つ、右4つで考えるとこっちのが多くなるから、俺このまま行ってみようかなと思います。どうでしょう。おー、当たった。おー、ゴール。人気ランキングとても難しい第1位。コンケソーでいいのかな。フルジャンプ、了解。そこしかわかんねえ。コンケソー。何語？スペイン語でもなさそうな気する。え？そのメットって踏めたっけ？そっか、逆さだから踏める？え？こうか。こっちだと踏めんのか。で、こうなって、こうなって、これ踏んで、これ踏んで、ここ！ここ！いや、左に行くのか、こいつ。オッケー。ここ。よし。カノン！よーし、行った！よーし。まずは、これは、なんだっけ、セクション1突破。セクション2入りまーす。こう。オフ切り替えて、これ踏んで、これ踏んで、ここで踏んで、いいよ。で、これ踏んで、ここかな？違う。あ、コインが2枚あんじゃん、よく見たら。2回ここだよって言ってくれてたね、ちゃんと。これ。あーっしゃー、セクション2突破。セクション3一発でクリアしたいな。右側踏まないとダメだね。ここらしい。届け！よし！で、これ。これ、ここ、で、ここ、はいよ、ここ、
こあらららら増えなかった、畜生しまった。よーし、オッケー。おー、ゴールだ。お疲れ様でーす。海外の方って最後ここにスーパーボールマリオを置くの流行ってんのかな。よく見るんだけど、これ新着のコースから遊んでいきたいと思います。説明文のとこにはかなり難しいですよって書いてありました。おっち、やべ、でもこれそのまま行って大丈夫だ。この辺はまあまあまあ、そのハーティナー叩きたくねえ。やっぱりな、敵だと思った。あ、これ乗れる雲だね。え、簡単、やった、短かった。え、最初からってことは二度繰り返すのか、それとも、こう違うのかな。これは下、下に道がある。 OK、 うわ、いけた。適当にやったらいけた。入りたくねえな、これ。でも、最初の方に鍵はなかったから、大丈夫だと思うけどな。ふっ、怖っ。え、それはどういうこと？あ、これ1個被っといた方がいいな、保険で。オフの切り替えだね。はっ！よし、いけた。んで、これも叩くのかな？うわ、わかんねえ。行くしかねえ、じゃあ。いや、あった、普通に。これいいのかな。うわー、ちょっと怖いな、これ。入りたくないね。最初から、いやー。ちょっと下行ってみようか。いつでも壁キックで帰れるようにはしてるけど、ダメだ、下見るには。え、そこに繋がってるのだとすれば、はははなんかあったんだが、そういうこと。なんか土管もありますね、普通に。ちょっと待ってよ。結局こっちかよ。うわ、これこっちだ、ゴール絶対。やられたー。時間返せー。簡単。花ちゃんを一回踏んでいく系だね。あ、でも、条件コースだ。地面から離れちゃいけないやつだ。でも一回ジャンプする分に OK。これでもそんなに難しくないですよね。いや、それは聞いてない。アップデート。OK!こちらツイッターでいただいたコースです。いついただいたんだ。8月21日、ありがとうございます。さあ、じゃあ遊んでいきますか。あー、これね、了解了解。風があるところだとね、タス投げが、タスジャンプができるんですよね、今作。よし、いった。無理くりクリアした。こちらもツイッターでいただいたコースです。こんにちは、いつも動画見てます、ありがとうございます。マリオメーカーを初めて買って作ってみたので、ぜひプレイしてください、お願いします。そのことですね。割と難しいアスレ、いきましょう。わー、難しいね。上から抜けるんじゃなくて、下から抜ければ簡単なのか。なるほど。え、この氷はすげえ簡単だけど、なんかある？そういうわけではない。え、怖い。ここだけすげえ簡単で怖い、逆に。これは乗り継ぎだけど、まあ、ジャンプかませば大丈夫って感じかな。はい、はい。わー、最初がやたら難しかったから、今度真ん中が逆に簡単すぎて困る。なるほど。これはでも難しいね。こうだね。今度はスピンで行くんだね。真ん中抜けて、右抜けて、左抜けてだった。真ん中、右、左。うわ、終わった！これはコツがいりますな。ここ
ここでぶつかるマリオが。オッケー。ほっ。ほっ。オッケー。これゴール臭いね。ゴールのとこまで来た臭い。あ、やっぱり。右にジャンプ。オッケー。先日、人気云々の話が出た動画あったじゃないですか。皆さんたくさんのコメントありがとうございました。なんか結構みんなからコメントもらえて、こそばゆかったですね。正直な感想を言うと、こそばゆかったです。ありがとうございました。その中でなんか、すごいコメントがあったんで、紹介して終わりたいと思います。動画最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。明日動画出なかったらごめんね。バイバーイ。